はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は次のレクイエムコラボがレイド戦の可能性があるということで、レイド戦のお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあレイド戦の情報をいろいろ提供というか、まあ紹介解説していくっていう形ですね。ではもう早速やっていくんですが、まあまずレイド戦って何ぞやって思う方いっぱいいるかなと思います。でまあ最近だとアポクリファの復刻があったんで、まあそれを経験してる方だったらわかると思うんですが、まあ大量に出てくる敵を殴っていくっていうシンプルなやつっちゃシンプルな内容となっております。でもうここから画像をポンポン上げながら解説していくんですが、まずこちらの画像をご覧ください。はい、これアポクリファではないんですが、ロードエルメロイ2世の事件簿コラボをした際のレイド戦の内容ですね。まあ敵の体力が50万あって、まあ撃破数みたいなのがなんか書いてるっていう感じですね。うん。でまあちょっと下側にあの YouTube のあの再生のやつがあるんですが、これ自分のところから撮っています。で、この敵の体力がある50万を、まあどういう風かワンパンしていこう、もしくは2ターンかけてでもいいから倒していこうっていうのがレイド戦となっております。そしてまあどういうドロップがするかというと、まあレイドによってもちろん変わってくるんですが、ロードエルメロイのバルバトスだった場合、ドロップとしてはこういう感じになっております。はい、まあホムンクルスベビー、ページチリ、あとね心臓がドロップします。はい、ということでまあ結構美味しかったりします。あ、歯車のドロップもあったねってなった時に、レイド戦に関しては割と一気に素材を集めることができて、かついろんな素材を一気に集めることができるってなった時に結構お得かなと思います。で今回 QP が、8400としかなっていないんですが、最大で確か250万ぐらい QP も集めることができるんで、まあ一定の素材プラス秘石魔石あと QP をレイド戦では、いっぱい入手することができると思ってもらえれば OK です。でちょっと一回画像戻るんですが、まあとりあえず、まあ、この体力50万のバルバトスっていうのがあるんですが、この体力に関しては難易度によって変わります。自分は一番基本難しいところをワンパンして脳死でどん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 回っていくんですが、まあ一番難しいところだと50万で、簡単なところだと体力が減っていくっていう形になるんで、もし仮に、始めたばっかだなっていう方に関しては一番初めのまあ簡単なところですね、それをワンターン切るとか、もしくはまあ2ターンかけてでもいいから倒していくっていうことをメインに、やっていけばいいんじゃないかなと思います。でまあこの下の撃破っていうのが書いてると思うんですが、まあこれ一体何ぞやという方いると思うんですが、残りこれを倒せば終わるよってやつです。1000万10万100万300万ですね、この場合だと、300万体のバルバトスを倒すと、次のストーリーが進むよっていうのがレイド戦となっています。でレイド戦ってどういうやつかっていうと、自分一人で300万倒すわけではなく、ユーザーの合計で300万倒そうっていうのがレイド戦です。はい、つまりどういうことかというと、まあ一旦キルできるものが全ての素材をかっさらっていくっていうやつです。はい、まあ正直なところ初心者殺しじゃねえかっていうのはもちろんあったりはするんですが、まあ初心者が200周500周できるかって言われると、そういうわけでもないなと思ったりするんで、なんか一概にも何とも言えないっちゃ何とも言えないんですが、まあある程度編成が組める人たちが、まあ素材をポン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 回収してうめーってやっていくイベントと認識してもらっても構いません。正直そんな感じです。まああれだね、バーゲンセールとかで、まああの特売になってる時にみんなわっちゃわっちゃなんかなんて、これは私のよっていうのをなんかもう自分でさっささっさ取っていくみたいな、そういう感じですねとなっているんで、まあとりあえずあのレイド戦みんなで協力しようとか言いながらも、本来は奪い合いっていうのを覚えておいた方がいいかもしれない。実際のところ一番このレイド戦やってる時がマスターが人類役になってるんじゃないかって個人的にも思ったりするしね。まあということで、まあ協力戦という名の奪い合い、これも覚えておいた方がいいかなと思います。そしてもう一つポイントがあるんですが、まあこの体力多すぎて殴れねえよっ
ていう方、ワンチャンね特攻霊装があったりします。特攻霊装とは何ぞやという方いると思うんですが、まあその霊装をつけることで攻撃力が 100%、200% アップするという霊装です。もしそのイベント霊装があった際、それをつけて周回すると、まあちょっとコストパフォーマンスっていうのは良くなるかなと思います。ただこのあれだね、ロードエルメロイのレイド戦に関しては特攻霊装がなく特攻のサーバントしかいなかったということで、まあ結構あのいろいろなパーティー編成が組まれていました。まあ最速はサンドちゃんっていうのがあったんですが、まあとりあえず、まあ、特攻霊装があったら特攻霊装をつける、それ以外だった場合、まあいろいろなパーティー編成を考えていくっていうのでいいかなと思います。で基本レイド戦なんですが、敵は単体です。はい、単体です。全体を使うレイド戦っていうのはほぼほぼないかな。うん、まあアポクリファの時でなんか2体出てくるっていう時があったりはしたんですが、基本は1体のみです。なので基本単体宝具のキャラクターで効果力のキャラクターとかを育成していくっていうのは結構大事なんじゃないかなと思います。まあもしレイド戦がほぼほぼ確定した際、まあどういうサーバント育成した方がいいのかっていう解説は後々にあげたいなと思ってるんで、気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。とまあ話す内容、レイド戦のお話に関してはここら辺になるかなと思います。まあ単純に覚えてほしいこと、まあこれは後で言おうか、うん、まあ置いておいて、でまあなぜレイド戦のお話ししてるかというと、今のところ全部ゴールデンウィークに関して、ゴールデンウィークのコラボに関しては全部レイド戦になってるんだよね。うん、でまああれ今年ゴールデンウィークじゃないじゃんって思う方いると思うんですが、まあコロナの影響でちょっと遅延してるっていうのはあったりします。うん、ただ、アポクリファのコラボでロールエルメロイ、まあライネスの事件簿ですねが来た際に、この2つは今のところレイド戦で来ております。ってことは今回のレクイエムレイド戦で来る可能性っていうのは結構高いんじゃないかなとか思ったりしてます。あとは純粋にエミア・オルタがイベントの特攻サーバントにいるということで、まあストーリー重いかつワンチャンレイドとかそういうなんか過激なやつが来るんじゃないかなっていう予想をしてたりするね。うん、まあただあくまでこれに関しては予想なので、まあ本当にレイドが来るか来ないかに関しては、まあ明日の生放送、公式の生放送ですね、そこで情報が出た際に分かるんじゃないかなとか思ったりしております。というかイベント特攻のサーバント見てたけどオケキャス入ってたね。そういえばもしかしたらオケキャスがレイド戦でめちゃくちゃ活躍する可能性っていうのは結構高いかな。理由として攻撃力がアップしてるよっていうのと NP100% チャージ持ちってなった時にこの子クロス配運用とかした際めっちゃ強かったりするんで、まあもしオケキャス持ってる方に関してはレイド戦見越して、何らかしら育成するっていうのはありなんじゃないかなと思います。まあこの中で言うとそうだね、オケキャスさえ育成しておけばまあどうにかなる可能性もあったりするね。うん、でまあ仮に、レイド戦が来なかったってなった際レクイエムに関してはミッション形式になるかなと思ってるんで、まああけどレクイエム事件簿の時も確かミッション形式だったはずだから特に変わらないか。ミッションとレイドが混ざってるって思って動いてみるっていうのも結構ありかもしれないね。うん、ということで、おさらいなんですが、まあとりあえずレイド戦で覚えておいた方がいいこと、敵の体力が高いよ、協力戦とか言いながら奪い合いだよ、単体宝具育成しよう、 あとはちゃんとバッファーも育成しよう、特攻霊装があったら特攻霊装をつけて周回しよう、それ以外だった場合まあ個人的に、火力がアップする霊装ですね、黒聖杯が一番良かったりするんですが、まあ黒聖杯とか持ってたら黒聖杯のレベリングをちょっとしておこうとか大事かなと思います。あそうだ、それと、霊装に関してなんですが、仮に特攻霊装がついた場合霊装のレベリングっていうのは結構重要になったりします。なので、レベリング等も、ちょっと考えておくっていうのもありなんじゃないかなと思います。まあ自分は多分特攻霊装ついた際レベル80ぐらいまで上げて、まあ脳死で周回できるようにちょっといろいろと調整しようかなとか考えたりしているね。うん、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆様ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。